はい、こんにちは、ゆうたです。はいはい、ですね、ちょっと Vlog やっていきます。はい、ちょっとなかなかね、腰が上がらないですね、これね、どんどんちょっと前のになっちゃうんですけど、ちょっとね、しつこくやっていきたいと思います。はい、今のは、あれです。ガルダリナックスっていうのをちょっと使ってみたいなと思って、空いてるパソコンにインストールしてみたって感じですね。はい。で、ケーブルがごちゃごちゃしているんで、ちょっと一旦整理をしたいなというので、なんかボックスみたいのに全部ぶち込んでますね。はい。あれです、ちょっとね、机を買ったんですよ、新しいのね。これあれなんですよ、そう、今使ってる机がちょっとね、微妙っていうことが微妙だったんですよね。で、せっかくならいいのもと思って、この昇降式のを買いましたね。自動的に今みたいな感じでボタンを押すと上下に上がります。ただこれ一番上モードにしてもですね、なんか立ってやるほどではない、立つと逆に低い感じなんで、なんだろうな、なんかちょっと中途半端というか、なんでしょうね、その人の身長にもよると思うんですけどね。はい。一応風呂入ってきましたね。はい。なんか銭湯は昼間の銭湯が気持ちいいですよね。なんか真っ昼間に明かりがあるところで、なんていうの、露天風呂とかはね、気持ちいいですね。はい。で、ミスドに行きましたね。はい。最近、よくミスドでやってるんですけど、結構コーヒー飲み放題なんで、いいですね。で、ちょっとゲームをね、してますね。はい。僕、この、エクストリームバーサスシリーズを、もうなんか始まった頃からずっとやってるんですよ。これ今、10作品目ぐらいなのか、そんなやってないか。でもいわゆる連合バーサスザフトって言って、わかる人わかると思うんですけど、連座からずっと、今まで、なんだかんだでやってて、はい、でやってます。そんなにがっつりとかじゃないんですけどね。はい。で、次の日はジョナサンでやってますかね。これジョナサンじゃないかもな。でもジョナサンっぽいからジョナサンにしときますね。はい。で、チャリンコで移動します。はい。ああ、そうですね。そう、星のコーヒーにちょっと行ってみました。確かここ星のコーヒーだったと思うんですけど、はい、なんかここ場所によってなんでしょうね、その制限とかって違うのかもしれないんですけど、ここ確かなんか90分ぐらいで席お願いしますねみたいなところだったんで、あんまりゆっくりはできなかったですね。
はい。で、次の日は朝というか昼間サイズでやってますね。はい。はい。で、夜ナンを食ってます。そう。で、毎週水曜は、これ多分お客さんのとこに行って帰ってきて、ちょっと、まあ、っていう感じですね。うん。これ何見てんだっけかな。孤独のグルメかな。どうだろう。はい。これ新デスクは結構快適ですね。うん。あれなんですよ。その前の机のね、何が微妙だったかっていうと、この足を伸ばしたところに、この、なんていうの？蝶子貝っていうのかな？この、なんていうの？机のバランスを保つための鉄柱が一つついてるんですよ。うん。で、それがあると、この足をね、ポーンとかやった時に当たるんですよね。で、なんか鉄にすねが当たるんで、すごいなんかね、感じ悪いんですよね。うん。それがずっと気になってて、いいやと思って、この木に変えましたね。はい。またミスド行ってますね。うん。はい。この日はなんか夜やってますね。うん。机もちょっとね広くなったんで、まあなんか置けるものも増えたかなという感じですかね。うん。はい。で、次の日っていうかあれですね、うん、その日ですけど、はい、ジョナサンでお昼仕事をしてます。はい。なんだかんだでジョナサンが頻度的には一番多い気がしますね。うん。なんかね、安いしうまいんだよな。なんかガストよりジョナサンなんですよね。うん。はい。あ、これあれです。なんか。名前出てこないな。なんだっけ、なんか子供を虐待する映画ですね。確か。救われずに終わるんですけど、そういうの好きなんですよね。なんか、そういう、なんていうの、気持ち悪い映画っていうんですかね。ゾンビとかでグロくて気持ち悪いのも好きなんですけど、そういう気持ち悪さじゃなくて、なんていうの、なんか人間の気持ち悪さみたいなのが好きですね。はい。で、そう、ストレージのね、ハードディスクのなんかレイド組める、なんていうんですか、これを買ったんで、ちょっとそれを組んでますね。はい。で、ちょっとセットアップをしております。うん。これサーバーネクストクラウドっていう、なんていうの、ドロップボックスを OSS で再現したみたいなのがあって、こんな感じになりましたね。入れてますね。いいんじゃないですか。
Windows 11 ですね。はい。で、まあメインのマシンになってます。一番ハイスペックにしてあって、Ryzen 7の X7950 っていう、そうですね、32スレッド。16個の32スレッドだったかな。で、128GB メモリ積んであります。はい。で、SSD は eMMC なんで、まあ、結構積んでますね。で、これが、あれですね。ここに、ちょっと軽くね、付箋を貼るようにしました。Hyper-V が入っていて、その上に Next Cloud っていう、ドロップボックスの OSS が載ってます。で、これ、さっき作ってたのは、これに接続するためのハードディスクですね。はい。で、これが、で、ここに、これケーブルをまとめる、なんか箱ですね。これ開けるとすごいことになってるんですけど、ここに全部のケーブル収納してあります。で、これハードディスク。で、これ Wi-Fi。これ最近新しくしたやつですね。はい。で、なんか一段落したんで、確かこれロイホだった気がしますね。このパンケーキうまいですね。うん。ディスられてたパンケーキ。はい。で、ちょっと遊戯王をね、開けてきますが、はい、っていうのが当たったんですけど、まあ微妙ですね、多分ね。はい、3、4、そう、はい、という感じでした。はい。